どうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、直樹と申します。俺の記憶、みんなの絆、ペルソナ3実況プレイ、続きをやっていきたいと思います。前回なんですけれども、あれだ、夏休みが終わって、新学期がスタートしたところですね。でなおかつ、正義の米と忍者の米、だからあれですね、ネットゲームとあれか、生徒会会見のこのやつが終わりました。どっちもね、特に忍者の米はこの時期に終わらせておければこの後だいぶ楽になるんですよ。っていうのも今まだ始まってないんですけど、これから日曜日限定の込みがありまして、それに日曜日を使いたいんですね。なのでできればこの段階で忍者の込みを終わらせとかないと割ときついというのがあります。で今回そこに今あれなんですよ、悪魔って俺持ってたっけ、ペルソナ悪魔持ってないですね。つうか地味に気がついたんですが、9月1日ですよね。依頼を受ける、これが明後日ですよね。あぶねー、これ明日行きましょう必ず。ゲーム上の明日ですね。でこれもできるんでやっちゃいますか。明日のうちに終わらせちゃいましょう。で、何をしようとしたんだっけな。明日は悪魔だ。こいつですね、悪魔のベータラ。こいつ、マハラギを持ってベータラを作るっていうのは依頼だったので、実際にこれを作ってみました。で、こいつを持ってると、あんた暇なの、何ならためになる話でもしてあげようか、しかもロハで。というわけで、田中社長と過ごしましょう。私、分刻みのスケジュールなの。本当なら一般ピーポーなんて相手しないのよ。あんた男前に生まれててよかったわね。じゃあね、今日はエンターン号の勉強、リピートアフターミー。プラシーボ、アプセントは C のところね、プラシーボね。プラシーボ。いつくその言わされてる感に IQ ありまくり。田中社長はとても喜んでいる。プラシーボは偽薬って意味なの。要は気休めの薬ってこと。体脂肪を燃やして気軽にシェイプアップしたような気分になれるサプリとか、美麗なリアルタイム画像で快適なドライブしてる気になれるカーナビとか、全部うちのオリジナルなんだから。すごい。へ、インチキ商品を作ってすごいですって。そう、その発想は私にはなかったわね。私が提供しているのは商品の効果じゃなくて安心感なの。防災用具を備えて揃えて、自分は審査が来ても大丈夫と思ってる人いるでしょ。人は払ったお金の額だけ安心感を買った気を得た気になれるのよ。はい、今日のためになる話はここまで。授業料は出世払いで返してよね。で、田中社長から口は悪いが丁寧なレクチャーを受けたと。田中社長のことは少し分かった気がした。これもプラシーボですかね。分かった気がしたという。まあいいや、頭の中に不思議な声がいいや、この辺を。はい、というわけで、悪魔のペルソナが、2になりました。ちゃんと約束守ってる、あのこと言いふらしたりしてないわよね。約束を破ったら、あんたの顔を出会い系サイトの掲示板にアップするから。田中社長は去っていった。はい、というわけで深夜を迎えたので、今日は勉強してから休みましょう。勉強することにした。学力が高まった。そうそう眠くなってきた。今日はこのぐらいにしておこう。
やっぱり夏期講習行ったおかげで、ある程度学力が溜まったので、早い段階で、あれですもんね、今のレベルになったので、だいぶ気持ち的に安心感あります。多分次のテストあたりで、まあ私はどれだけテスト間違えないかによりますけども、なるほど、ここが昼のタルタロスでありますね。今は学校です。昼のタルタロスは学校でありますね。肝に銘じておくであります。うん。頼むからそれだけは間違えないでくれ。はい、というわけで午前中になりました。ってことは、あれか。転入生よ。ゲホンゲホン。じゃあ自己紹介してね。アイリスです。皆様一つよろしくお願いいたします。アイリスさん、珍しいお名前ね。生まれは外国なのかしら。他に特級職業は、人型戦術兵器？なんかの間違いね、この書類。まあでしょうね。見たもの聞いたもの全てが正しいなんて思っちゃダメね。そう、見たもの聞いたもの全てが正しいなんて思っちゃダメよね。席は空いてる、そこにしましょう。え、先生、そこは空いてんじゃなくてたまたまサボってるだけなんじゃ。そんなのいないのと一緒よ。そこ使ってください。いいかしら。はい、というわけで。この場所なら歓迎であります。私の一番の大切はいつでもこの人のそばにいることですので。いい、やめてくれ。ちょっとアイギス、なんでありますか？ゆかり、なんで立ってんの？あら、お隣同士仲の良さそうね。でも授業中はちゃんとけじめつけなきゃダメよ。ちょっとみたいな雰囲気になってますね。真田からのようだ。今日放課後大切な用事があるお前にも付き合ってもらいたい。帰りがけに校門で待ってる、必ず来いよ。マジっすか。これ3日できるかな？いや、3日できないとまずいぞ、これ。一緒に来てもらいたいところがある。気が乗らない。いいから来い。ひどいよ。エリザベス遊ばせてよって。はい。そんなこと言ってもしょうがないですね。いい加減しつけるぞ。事情が変わった。悪いが、今日はノーと言わせる気がない。お前が使ってたものだ。新しい敵が現れた。俺たちと同じペルソナ使い。別に興味ないな。まあそれだとはつながりがありますけどね。話はまだある。アマタが俺たちの仲間に入った。どういうことだそりゃ。適性が見つかり、イクツキさんが認めた。今のあいつはペルソナ使いだ。なんてこった。まさかーって感じですよね。一つだけ聞かせてくれ。仲間になったってのはあいつの意思か？なあ、自分から志願してきた。そうか。ならそばにいねえとな。お前が現場を仕切ってるってやつだな。聞いておきたいことがある。お前は何のために戦ってる？自分自身のため。そっか。はい。俺はすべきことをするだけだ。俺の部屋まだ空いてんのか？というわけで。
はい。あ、おかえり。今回からメンバーとして新垣真嗣が加わりました。新垣さん強そうな感じの人ですね。でも大丈夫なんですか？なんかたまり場にいたとかいなかったとか。僕としてはそういった人は最初から信用するわけにはいきません。まあ、コロモさんが言っておりました。あの荒木という人に何度か餌をもらったことがあるんだそうです。前にたまり場で私たちを助けてくれた人だよね。よく覚えてる。そっか、元部員なのか。私は全然 OK よ。根は優しい人なんでしょ。荒木先輩か。怖いというか激おそうな人。先輩たちの仲間さんなら決して悪い人じゃないんだろうけど。はい、というわけでこの残り3日というタイミングで新しい戦術入ってきました。なんか急にって感じですよね。天田くんが入ってきて、まあいいや。クイズゲームしましょう。はい、というわけで、で、9月3日この日、明日ですね、必ずコロニアモールに行ってエリザベスに会って行かないとアウトになるという。というわけで、おはよう。ニュースなどで聞いてるかもしれないが、満月近いこの時期の例の事件の数、先月よりも増えているらしい。なんと食い止めないかな。増えた理由はわからないんだ。とにかく用心するに越したことはないな。というわけで、あ、ゆうきくん、さっきの授業眠かったよね。そういえば放課後って用事ある？まだわからない。じゃあさ、帰りにどっか寄ってかない？時間あればでいいから。じゃあ、あ、職員室行くんだった。じゃあまたね。というわけで、まずはポロニアモールに行かないと依頼が達成できない。で、ポロニアモールで依頼達成する前に一個だけちょっと言っておきたいところがあります。それが何かっていうと、さっきあった私と同じ名前の飲み物ってやつですね。それがあります。それを取りに行きたいなと思います。で、それがあるのは実は、ポートアイランド駅にあります。ポートアイランド駅のこっちですね。にゃんこ、お前元気にしてた。にゃん、元気になってた。どことなく猫の体大きくなった気がする。もう熱感上げなくても大丈夫だろう。お前何食ってる？階段下から声聞こえてくる。うまい、これは美味しいぞ。これならいける。階段下に置いて水の中入ってみますか。あ、まだ開店前ですが。お前高校生？ダメだよ、こんなとこ入ってきちゃ。お前人とは違う夜の香りがするな。ここで出会ってもないかねえんだ。このカクテルを味見してもらえないか。あ、アルコールは入ってないから安心しろ。
これはな、アルコールはダメな人用に俺が考案した最新作なんだよ。これでお酒を飲めない人もこの店に連れてきやすくなるって寸法さ。まあ脳がきはいいや、飲んでみろ。勧められるまま飲まず渡された飲み物を飲んでみた。酸味と甘みのバランスが取れたまろい爽やかな味がする。どうだろう、うまいだろう。なかなかいける。そうだろう、お前なかなか見どころがあるな。瓶に詰めてやったら君に持ってけ。俺は帰って寝るから、じゃあな、3年後にまた会おう。はい、クイーンエリザベスを手に入れたぞ。ぜひ3年後に会いたいですね。3年後この格好で行くでしょ。で、お前成人してねえじゃねえかって突っ込まれるんでしょ。じゃあなんで3年って分かったんでしょうね。18歳だったら19、20ですか、2年後ですしね。まあそこら辺は突っ込んだわけですね。というわけでコロニアンモールに着きました。ちなみになんですけど、現在こうやって動画を撮りながら一部ではあの動画にしてアップしているわけなんですが、もう現状としてパート50超えてるんですよね。でこのまま行くとこのゲームパート100いきそうなんですよ。実はあんまりそこまで行きたくないのって気もしなくないですけど。でクイーンエリザベス、大使館エリザベスとございますね。こんなものを作るなら一言断っていただきたいものですが、したがって仕方ございません。あら、ノンアルコールですか。では後ほど賞味させていただきます。アロンライトを受け取ったと。で、出かけますよ。まあ心待ちにしておりました。それではお願いいたしますと。ですよね、あんたのことどんだけ放置してたんだと。お茶屋さん、ここが寺院によく似た施設、神社ですね。確かにシャドウなどとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。うん、そこと比べられてもな。ではこちらの様式に乗っておりまして、まずは参拝をいたしましょう。エリザベスは最先端の許すガスほどの大量の効果を投入している。放っておきましょう。ようやく収め終えました。これで日頃はこちらの住人でない私にもご利益が訪れますでしょうか。いや、きっと来るんじゃねえか。考えてみるとこの再選という仕組みが噴水にそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えます。ごめんなさい、ちょっと変な音入ってますね。素敵な土地にお住まいなのですね。ちょっとフェイスブックの反応、あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして。はい、フェイスブックはちょっと今反応してしまって、ちょっとピコンって言ってしまったんですけど、あの気にしないでください。おみくじでございます。はい、その通りです。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ勇気と伺いましたが、なるほど、運命についてさまざまに書いてあるようですね。では一つ私も聞いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。いやいやいや、そんな聞くんだよ。エリザベスの気がするまま作ってました。あの、先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。はい、というわけでこれらですね。これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングル中。誠の神前には形ばかりの厳かさが不要。なんと考えで本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。おお、楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならない。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございます。あ、
遊び方違うと思う。ただ遊具もですね。なかなかでございました。他の遊具もぜひ遊び方など教えていただきたく存じます。ではこちらのジャングルジムから順番にお願いいたします。出られます。よいよいよ。これはバランスがなんと難しい。いや、そういう遊び方しないから。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私、実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私、あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。てんてんてん。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。いやー、怒られるんじゃないか。あー、もしかしたエリザベスとベルベットルームに向かった。ようこそベルベットルームへ。どのようなご用件でしょう。依頼を達成しておいでになるご様子確認させていただきます。長成神社へのご案内ありがとうございました。信仰とご覧の句のハーモニーは見事の一言でございました。ちなみに鉄棒のこの部屋の件は未だ交渉中でございます。私が勝訴した折にはぜひとも鉄棒に登りにいらしてくださいませ。さて、今回の報酬ですが、特別なものを用意いたしました。これがあれば法王等々を合体で作り出すことが可能となります。獣ながら人間よりはるかに知識を持つというこのペルスマ、あなたにどのような知識を授けるのかお試しくださいませ。いつかまたあなたに連れられ外の世界へ出かけたく存じます。それではこちらが報酬になります。お受け取りくださいということで、古代語の本と。あ、特にないですね。戻りましょう。で、なんですけども、トートってなんか猿みたいなやつなんですけども、そいつとんでもない能力を持ってますね。メギドっていう万能攻撃を持ってるやつなんですね。万能攻撃っていわゆるその属性とかでもなく、ガードも一切通用しないっていうとんでもない攻撃なんですけど、ただとんでもなくてある程度攻撃力も強い反面、どうしてもあの SP がかかっちゃうので、雑魚を倒すのに不便をしないぐらいの感覚ですかね。ぶっちゃけ雑魚を倒すにもちゃんとペルソナを用意して倒しに行ってるんであればあんまり使わないんですけども、ただ相手がどんな属性とか無関係にとりあえずバンバカ倒す分にはちょうど良かったりします。で、今回なんですけど、まあ、ゆかりちゃんのペルソナ運動もあるんですが、その前にちょっと終わらせておきたいやつがあります。それが何かというやっておきたいやつがあるんですけど、これですね。はい、というわけで入部します。で、多分これ入部しないと色々とコミがスタートしない気がするんですね。え、あーと君うちの部員じゃないよね。山岸さんの知り合い？あ、さっき話してた。あ、じゃあ彼が？ゆうきくんだね。山岸さんから聞いてるよ。新入部員の宛てに、なんとなくあなたの名前出したとこなんだ。ゆうきくんの方から来てくれるなんて、すごく嬉しい、ゆうこさん。僕、平田、ゆうけ？ゆうすけか。あ、違う、けいすけ。平田けいすけ。よろしくお願いします。ケイスケ先輩、しっかりしてくださいよ。お願いされるコーナーだから。部長でしょ？そうだよね。相変わらずですね。山口さんも復帰して新入部員も増えたか。僕ももう少し部活やろうかな。ああ、平賀先輩、3年生だから今年受験ですよね。いや、そんなことよりもさ、ゆうきくんって、管楽器できる人、管弦楽できる人。はい、というわけで、実は
私事ですが、トランペットをやってました昔。まだどちらかというとできます。そうか、じゃあ僕、逆に僕らの方を教わる機会の方が多いかもね。うちの部、プロ志望の子とかいないし、部長の僕だって初心者みたいなものだし、そこでこうして会えたのも何かの縁だと思うし、席を置いてくれるだけでもいいんだ。いいよね、ゆうきくん。平賀から関係されているようだ。関係学部に入り、部員たちと知り合いになった。はい、というわけで新しいペルソナですね。何時、運命のペルソナを生み出すとき、我らさらなる力の祝福を与え。というわけで、運命のペルソナをここで初めて手に入れることができました。一応ここの出入りは部活関係者のみってことになってるから、入部届だけは出してね。うちの部の活動日は火水木曜日だからね。基本自由参加できるためには顔出してよ。まさか同じ部活になるなんてね。入部手続きを終えて寮に帰った。というわけで、多分これで今運命のペルソナを解禁したんですけど、はい。そういえば面通しはまだだったな。俺は荒垣慎二郎、前に一度お世話になったけど暴れ足りなくてな。今日から俺も出られる。よろしく頼んだぜ。いよいよ明後日が満月です。また大型のシャドウが出現すると思います。準備をよろしくお願いしますね。はい、というわけで、もう実はセーブしましょう。一旦カットします。もう準備は万全というか、もう作戦も立ててあるんで、そんなに難しくないです、今度の敵は。で、ただなんですけど、今回せっかくなので、新たに加わった荒垣さんとかも出していきたいなと思います。というわけで、で、木曜日か。なんかペルソナできるかな。っていうか、そろそろあれかな。そろそろ時間だ。そろそろ塔の、そろそろ塔のペルソナ作れるかなって言おうと思ったら、もうそろそろ時間だったというね。ちょっと塔のペルソナが作れるかどうか、ちなみに、いないよな、あのさ。木曜日っていたっけ、むしろ。よいしょ。いますね。で、いるんだったらちょっと塔のペルソナを作れるか見てみましょう。はい、というわけで、ちょっと2倍速でやります。はい、というわけで、まず作れるかどうか試してみましょう。はい、トライアングル、あ、なんでもいいや。ん？あ、いないか。うん、いないね。よいしょ。あ、できた。さ、これか。パワー、オルトロス、ベータラで、エリゴール。でも氷結ミキ入ってるしな、ちゃんと。あ、他にいいのある？あ、こいつもあるのか。じゃあ氷結ミキとセイカーのやつが両方入るやつを組み合わせましょう。あ、間違えた。よいしょ。いや、闇川じゃなくて、まあ、闇川もあっていいんだけど。違う。光からの生還でも入ってこない。光の生還だけ。違う。氷結の闇からの生還。いや、できれば弱点を消したい。いや、闇からの生還じゃなくて。出てこないかな、氷結。こればっかり運なんですね、ほんと。光からの生還、闇からの。
氷結見切り欲しい。あ、来た来た来た、これでいいや。はい、というわけで。あ、失敗した？マジ？うわ、失敗した。はい、というわけで。まあ、こういうことも起こり得ます、場合によっては。うわぁ、聞いてねぇ。はい、というわけで、今回の動画はここで終わりたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。次回は、なんとか、合体事故を起こさないパターンでちゃんと塔を作ったところからスタートしたいと思います。はい、それでは、また次もご覧ください。それでは。